張りました頑張りました。その自転車 その修正というのがその前転から初日今日とうまくいってるんですか。うまくいってると思います。車輪が新しいので、うん、車輪を弊社の方にやってもらったら、うん、噛み合ってきて、うん、進みが違います。全く本当に初日からちょっと手応え感じるような。そうですね、手応え感じるような走りができてるかなと思います。まあ、二次予選はだいぶこうガシャガシャするというところになりますけど、あの道中の足の消耗度ってのはそんなになかったですか。そうですね、まあ林さんとちょっと絡んだところで、うん、まあ、余裕があったので、足は止められましたね、うん、はい、いつもならあたふたして足が、うん、使えなくなってしまうんですけど、で下げてもう一回すごく伸びてるんですか。そうですね、はい、ちょっとその落車があったりした中ですけど、この最後の G1 の現在にこれバッチリ間に合ったんじゃないかと。そうですね、うん、準決と決勝が楽しみです、うん、はい、もうなかなかちょっとこうG1 の優勝がどうなんだというところですけど、たまにあるとこっそりさーっと勝ち上がって、うん、気配がいいんじゃないかと。そうですね、こっそり、まあ、一着取っちゃうとこっそりじゃないけど、うん、でも、まあ、こっそり勝ち上がって、はい、決勝のないと、はい、優勝がないな。決勝、まずは決勝のない、うん、はい、準決はもうじゃあ派手に取った、はい、準決は一着でいいここまではなんか普通にそういやちょっと今日本命じゃない新聞もあったかと思うんですけど、そういう中でこう勝ち上がってる感じがあるんです。あ、よかったです、はい、優勝だと。また明日頑張ります。